やってきました、ここジェイブレッジ。日本代表も練習したサッカーの聖地にマルセロが来たー。福島県が全国に誇るサッカーの聖地 J ビレッジ。2024年からインターハイの舞台にもなるこの地の魅力を、元ブラジル代表マルセロのモノマネをするこの方、サッカー愛があふれすぎてオフサイド気味の芸人ドミッシュが熱く紹介。案内人を務めるのは福島県出身でサッカー大好きタレント佐藤美鈴。行こう。変わった走り方ですね。ドミッシュさん、まず4階にやってきました。おお、来たね、4階。見てください。うわ、これ何これ。こちら、J ビレッジの中にある宗教神社です。すごいこれ。サッカーの上達、恋愛成就など、さまざまな御利益があるありがたい神社です。サッカー日本代表も参拝に訪れているんですよ。今日のロケが楽しくなるよう、一緒にお参りしましょう。よし、やっとこうやっとこう。せっかくだからね、はい、そう、よし。この後ロケがうまくいきますように。ドミッシュさんが滑りませんように。滑りませんように。どうか。果たしてこのロケでゴラッソは生まれるのでしょうか。ドミッシュさん、こちら見てください。この J ビレッジでは双葉だるまというだるまにオリジナルで色付けをできるんです。ということで早速体験です。あ、待って、私上手いかもしれない。いや、俺もね、今のところめちゃくちゃいい感じだよ。いや、でもこれ子供楽しいよ。家族でもデートでも使えて、どんなだるまが完成するのでしょうか。早っ。嘘です、嘘。早っ。好きなサッカー選手とかいる？私高校の時サッカーやってた時は、遠藤さんが好きでした。うんうん、やっとさんね。はい。へー、しかも顔が似てるって言われてました。できました。できました。さあ、私が描いたのはこちら。私はお花を、はい、J ビレッジの J にしました。ああ、この花のところね。確かにあの J ビレッジのマークのあれだもんね。そうです。うんうん。で、髪型は私。あ、はい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 。ミスズと J ビレッジのコラボ。そうです。わあ、みたいな感じで、いやー素晴らしいですね。ドミッシュさんは。僕はですね、こちらです。マルセロ。おお、すごいすごい。どう、これめっちゃ良くないですか。いや、我ながら結構ヒゲの描き具合とかが あのいつも自分に描いてるみたいに描いていいですね。ちょうど一緒の感じで、はい、およそ1時間ほどでオリジナルのだるまが完成しますよ。サッカー以外の体験できるところなんですか、ここ。そうなんですよ、そこが魅力なんですよ。すごくないですか、J ビレッジ。その他ホテルなどもあるので、泊まれたりもするんですよ。本当にサッカーっていうイメージで J ビレッジを考えてる人は多いと思うんですけども、それだけじゃないのが J ビレッジの魅力で。確かに、ね、いや、次何の体験ができるかすごい楽しみですわ。続いてやってきたのは道の駅楢葉。楢葉町の新鮮な野菜や特産品などが数多く並びます。ここが道の駅楢葉の食堂です。こちらではサッカーにまつわる料理を食べていただきます。楽しみだな。あれ、あれは日本代表の名選手長谷部選手じゃないですか。え、嘘。
これ本物かこれ。長谷部さんですよね。あ、皆さんこんにちは。サッカー日本代表元キャプテン長谷部誠選手のモノマネパフォーマー長谷部誠整ってないです。よろしくお願いします。ほら本物じゃないや。整ってないんですね。はい、整ってないです。整ってないんですね。はい、ただ今日は美味しいものが食べれるって聞いたんで、はいはい、コンディション整えに行きました。あら、はい、頑張ろう。ここからは長谷部さんも参戦。サッカーにまつわる料理というのがこちら、マミースイトン。元サッカー日本代表の監督トルシエさんが J ビレッジ滞在中に食べて、ふるさとのおばあちゃんの味を思い出し、マミースイトンと名付けられたのです。いただきます。いただきます。まずあー、うん、スープ美味しい。はあ、うん、このスイトンですか、このこれが本当にもっちもちで、もう口の中でもう弾むぐらいの感じのもちもちさで、それにプラスこの野菜パスコーかな本当にこれしてて、ああ、はい、マジでブラジルに持って帰りたいぐらいの味。最高のコラボっていうことですね。最高のコラボ。だしも鶏とごぼうから取ってるらしいんですよ、うん、あ、そうなんだ。なのでさっぱりで、へえ、最高。食べやすいですよね。トルシエ監督もこのスイトンが一番日本で美味しかったって、あ、監督してた時に、監督もそう、トルシエ監督もそう言ってたっていうふうに、はいはいはい、世界で通じる味ですね。確かに、はい、世界のスイトン、世界のスイトン、この地域では昔から食べられていた郷土料理、ぜひ味わってみてください。ドミッシュさん、長谷部さん、続いてはこちらです。うわあ、すごいね、ここ広っ、やば。おい、みんなマルセロ来たよ。おい、元気ない、おい、元気ないな、元気ない、ちょっと待ってくれ、もう一回やるよ、マルセロ来たよ。いいね、これこれ。今練習しているのは J ビレッジで開催されるインターハイ出場を目指す双葉未来学園の生徒たち。練習にお邪魔したわけは、サッカー芸人 VS 双葉未来学園イングランド式シュート対決。よいしょ、よいしょ、来た来た、シュート、おいおいおい、負けないよ。ゴールラインから蹴ってもらったボールをペナルティーエリア手前でトラップし、ゴールを狙うイングランド式シュート。練習では2人とも素晴らしいシュートを連発。はい、マルセロ。5本ずつシュートを打ち、多く入れたチームの勝利。どんなゴラッソが生まれるのか。それでは1球目お願いします。やったー、行け、マルセロ、行こう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 、見せよ。ネイマール、うわー、ドミッシュチームを外し0対0。またも外してしまう双葉未来チーム。長谷部選手、引き離せるか。落ち着かせてる場合ではありませんよ。3球目は共に外してしまいます。双葉未来チームはここでキャプテンが登場。決められるか。
トラッと出たな。いやついに均衡を破るゴラッソ。引き離されるドミッシュチーム。いつも決めてきた、うん、いつも通りやる。止めた。ここでキーパーファインセーブ。5球目は双葉未来チームが外し、ここで決めなければ負けが確定するドミッシュチーム。果たして。 OK。 うわゴールポストに阻まれてしまいました。結果1対0で双葉未来チームの勝利。いろんな体験させてもらって本当にめちゃくちゃ楽しかったです、はい、お腹もいっぱいになりました。最高でした。ありがとうございました。本当にありがとうございます。僕も本当にマミースイートンで食べさせていただいたからこそ高校生といい戦いができました。そうね、はい、食べてなかったらちょっと整わなかったけど、はい、そうね、どうにか。そしてね、今年は双葉でインターハイもありますしね、はい、よし、それじゃあ、うん、双葉未来学園のみんな、双葉を盛り上げてこうぜ。